い、皆さんこんにちは。生きているうちに楽しいことを好きなことを、同世代応援 YouTuber 琵琶湖セラピスト湖の女神かずみんです。はい、雪積もりました。お昼じゃない、ごめんなさいね。昨日の多分夜中から降ってたと思います。夜はね、そんなに降ってなかったんですよ。ただね、すごく積もりやすい雪なんですよ。これさっきももうね、これ今テント張ってるんですけど、もうね、取ってももうたまるんです。で、ハウスもね、朝10センチぐらい屋根雪積もってました。でもね、今もうね、下ろしたとこやのにもうね、うっすらともう積もってるので、多分ね、3時間おきとかぐらいに雪下ろしをしないと、ハウスの方はね、横はまあこう縦にね、こう押しつぶされるようなことがなければ、徐々にね、こう積もっていって押しつぶされることがなければ、上だけをね、気にして抜けたらいいと思うんですけど、ただね、横もこう圧がね、かかるとね、雪って結構ね、重いんですよ。で、この雪、これね、サラサラじゃなくて、通称ボタン雪って言うんですけど、ボタン雪とかね、ボタン雪っていう、ボタン雪って言うんですけど、これね、めちゃめちゃ早く積もるんです。本当に1時間ぐらいでね、数十センチバーンと積もっちゃうので、でね、私ちょっと思ったんですけど、今日はちょっと無理ですけど、まあでも今日もね、買いに行くとか車を出すということがまだね、今できないんです。孤立状態です。除雪車来てません。家の前30センチぐらい積もってます。全然除雪車が来ないので、車を出すこともできないんですけど、しまったなと思って、ちょうどね、私の胸あたりやから120センチぐらいのところに1本ね、鉄パイプ通ってるんですよ、単管がね。で、そこまでのところに板をね、立てたらよかったかなと思います。カーブになるとこやと間にね、雪入っちゃうんですけど、そこの鉄パイプのとこまでとか、まあ、それ以下でもいいんですけど、まあ、大体ね、1メーター50ぐらいになる可能性があるので、雪が降ると、そうするとやっぱり横の板で、寄せてくる雪をこう、なんていうかな、防ぐっていう風なことをしないとダメかなと思いました。これね、まあ、今年は頑張って、この雪がまだね、少ないので、来年の、雪の、なんていうのかな、雪自宅のね、一つに入れておきたいと思うんですけど、横にね、やっぱりちょっとこう波板を張るとか、沿わすとかしないと、降り積もった雪が横から寄せてくるのを防げないような今気がしてます。はい、とりあえずね、雪をね、かき出すところはもう自分とこのこの裏庭のこの部分しかないです。で、なぜかというと、ここ裏庭なんですよ。で、道のある方に雪を持っていくには相当な体力、努力がいると思います。もうね、これすごいですよ。もう早いですよ。これさっきここ下ろしたばっかなんですよ、ここ。もしかしてこれ畳んでしまった方がいいのかもしれないと思いながら、まあね、これが潰れてしまっても多少はまだいいかなとは思ってますが、やっぱこれがあることによって外のね、撮影とかもまあやりやすいっていうのもあるんですけど、まあ、なんとかね、2、3時間おきぐらいに、まあ、屋根雪を下ろしてっていう形で、今夜はね、今夜もう山やと思います。今夜も山というか、明日1日降り積もるらしいので、とにかく雪でハウスが倒れないように、潰れないようにすることを優先にやっていきたいと思います。とりあえずね、このね、てっぺんの頂点と、ここのね、今言ってたこのここの、1メーター20ぐらいのところ のね、カーブの間のパイプないんです。パイプがないんです。だからちょうどね、くぼんでしまって、まあ、安いやつやのでね、しゃあないんですけど、でまたね、その対策もね、ちょっとしようかなと思います。次回というか、ちょっとやんでからでもいいですし、まあ、次またね、1月のね、また下旬なので、2月に降る可能性は大です。なので2月のね、やっぱり雪に向けて、次この雪がね、まあ、溶けてなくなった時には、この横のね、この棒のところのに何かこう太い支柱を入れるとか、あとこの横のね、ところに板を入れるとかして、ちょっとね、
雪の対策をねしようと思います。今年はまだね雪があんまりなくって良かったと思います。 毎年やともっともっと雪がいっぱいあります。常にもう1メーター以上の雪が積もっているので、なので今年はねまだマシかなと思われます。はい、これでマシなんですよ一応ね。はい、そしたらね今日はまだ朝の様子なので、またねお昼に、撮影したいと思いますので、お昼までバイバイ。はい、お昼ご飯を食べて外に出てきたんですけど、ね裏口からチラチラとハウスを見てたらね、裏のハウスの上はね積もっては滑ってるみたいな感じで、すごく積もってはなかったです。ただ入り口がすごい真っ白で多分分かんないと思うんですけど、除雪車来てません。わだちがあるだけです、車ので。うちの我が家の車1台あそこで上多分あれ30センチぐらい積もって埋まってます。で、朝ここね、これ玄関の前なんですけど、西向きのめちゃめちゃ積もってます抜けたんですよ、雪かきしたにもかかわらず、いっぱい積もってます。こんな感じです。あ、いっぺんこれ来たのかな除雪。あ、いや来てない、来てない、除雪は来てないね。これ足元こんな感じ。うわ、これもう家の中雪で埋まりそうやな。さあちょっとね朝ね、ハウスの方でも見に行けなかったので、ただねハウスの方行く裏口もこのなんか未踏の地みたいな感じになってて、雪がすごくないですか。もうすごいよ、すごいよ。ここセダム畑埋まってるよ、そこもセダム畑埋まってるしね。でここもちょっと雪が重みで、こちらは積もってこのなってます。ここね、ここね、これちょっとまあまあ大したことはないと思うんですけど、多分でも抜けとかないと、よいしょ、抜けとかないと、これ自身をね本当は取らないとダメなんですけど、はい、テントの上はこんな感じで、もうね10センチぐらい積もってます。これ下ろします。そしてサイドもうこんな感じになって埋まっております。屋根はね比較的こんな感じです。屋根の方は積もっては降りて積もって降りてしているみたいになって、今からね本来昨日ラフィナガーデンさんで雪ね積もって下からついたら穴開くよって言われたんで、これはねこういう風な感じで、ここはもうこんな感じで多分多少こう下ろせばねこう降りるんですけど、ハウスの方は穴開いたら困るので、これはねそういうね言われる前にね、私棒でつついて穴何箇所か開いてるんですよ、ここで。これはもう無理ですけど、ここはもうこんな手で下ろすしかないんですけど、とりあえずハウスの方はじゃんないので、雪なんていうのかな、車のね雪を取るやつですね、あれをね使って屋根雪下ろした方がいいよって言われたんですけど、ないのでほうきで下ろします。そしてこの通路はね、踏み込みます。どっちしてもね多分これから雪降ります。まだまだ多分1メーター50ぐらい行くんじゃないかなって言われてるので、多分ねハウスが埋まるでしょうね。ただまあ重みに、上の重み、横はねこう横にこう流れてこなかったら大丈夫やと思うので、でねこの調子やと夕方に1回、そして夜中にも2回くらい雪をね下ろさなきゃならないと思うので、ハウスの中の電気つけときます。2日3日ほど、そうすると夜中でも下ろすことができるので。ここね裏庭なのでもう全然ねライトがないんですよ。で裏口のライトももう切れてしまってるので、そしたらね、この状態からどうなるかわかんないですけど、雪下ろしてきます。はい、そしたら、ハウスの屋根の雪ね、下ろしました。そして、もうね踏み込もうと思ってもね、柔らかいので、もうこのままね、横からねこう寄せてくることがないようにもう願うだけですね。とりあえず明日1日でね、多分この横のサイドのところは1メーター以上になると思います。屋根雪下ろしているので、でまあこのねテントの中も下ろしたんですけど、もうね凍っていてへばりついてるんですよね。だからきっとこの後の積もる時にはねかなり積もると思います。はい、あとはもう道一応少しだけここまた来れるように、上の雪だけね
上の雪だけさっと、深く掘っても雪をね持っていくところがないんですよ。雪除雪車も来てないし、でそっち側に向けて出したいんですけど、この雪の量を全部出すっていうのはなかなか無理なので、でいつもね毎年というか毎年ここはもう雪に埋もれているということになっているので、まあ、できるだけねその間に真ん中に、できるように置ければいいかなと思ってます。はい、もう多分ね雪が明けたら溶けてなくなっているものもあると思いますし、まあ、さらにねまだ全然ほらこうやってして降り積も続いてますので、これからね十分に降り積もるという可能性は大です。はい、なのでまあ、できる限りのことしかできないですけど、頑張ってね、この冬この雪寒波乗り越えたいと思いますので、この夕方もう1回夜中にもう2回ぐらいハウスのね屋根雪だけは下ろそうと思っています。もうね横が埋まってくると上がね積もってるのはどうすることもできないんですけど、まだ横に、余白がある限りは屋根の雪をね落としたいかなと思っていますので、まだね明日、今日はもうここまでで多分作業自分で何回もやらなダメだと思うので、作業に、集中させてもらいます。で、撮影の方はここまでになります。雪の地方の方もね多肉結構大変やと思います。でなくても他の地方も結構ね気温が下がっていることになっておりますので、皆さん本当に多肉がね元気に、ね、なって、冬明けられますようにっていう形でねお祈りします。忘れてたんですけど、温室の中の温度ハウスの中の温度は、マイナスにはなってなかったです。外の温度はマイナスになってました。で今見たら外の温度がもうマイナスなんですけど、中の方は3度っていう感じで、太陽がね全然照ってないですけれども、やっぱりね真っ暗の夜よりは温度はね暖かいんだなという感じで受け止めました。はい、では今日はねここまでになります。またね明日来てください。どんな様子かまたお知らせします。バイバイ。